はその時はどういう心の動きがあったんですか。はい、あのですね、自分では最初ちょっと言ったんですよ。今度はあんまりこう自分でも動転してたので、本当は説明してくださってたんですけれども、まあ、これから治療を始まるのにこういう副作用とかいろんなものが出てくるので、例えば私 B 型肝炎のことはキャリアだったので、先この薬飲んでください、今日からですとか言われて、もうそれがもうえってなって、それと私の周りでちょっとたくさんの方ががんになって、で抗がん剤の薬もう治療やってる時にも手から落ちたとか、薬がもう飲めなくってとか、それとか私は何々でとか、いろんな人の話をもういっぱいマイナスなことしか入らなかったんですよ。そして自分も最初治療行くって言った途端に、まあ、髪の毛見てみやろうか、どんなに飲みやろうか、イコマンとかにみんな弟子とかみんな呼んで断髪式場とかいろいろと考えてたんですけど、もう全然身につかないし、それとみんなにも言ってなかったので、仕事行けるとこは行ってたんです。それで行ってながらも自分で結構医師会とかああいうの行ってた時に、車椅子にだんだんなってきた。4月からちょっと車椅子状態になってきた時に、そういうとこ行っても車椅子いいですよ、みんな車椅子怖がりありますから、花子さん車椅子代表で講演してもらっても構いませんよって言ったので、車椅子で行けるとこ講演とかさせていただいてたんです。で車椅子で行って現代では立ってたんです。最初は終わってから車椅子に乗ったりしてたんですけど、途中から立ってた時にあれはしびれるわ、すいません車椅子座らせてくださいってなって、そっからだんだんで新幹線乗り降りの時にタバーありますよ、車椅子乗ろうと落ちかけて、あれだんだん今度は右足がしびれてきて、要の左もだんだんしびれてきて、もう最終的には両方が、だから病院行った時にはもう褥瘡っていうんですか、要は病院で床ずれとか言うか、もう病院行った時点でなってた、でもこっから下が全然しびれてたので、不幸中の幸いはそこだ。病院で治療してなんかハサミでね、皮膚とか切っていかないんです。ジョギジョギという音は聞こえるけれども痛みはない。もう本当に素人の介護でね、もう介護状態で1階にも2階にも車椅子が置いてあって、ほんで嫁が歩く時には初期は乳母車みたいな、ちっちゃな乳母車とか、それも1階と2階にも両方に置いてた。それと外出用にもまだ別に置いとって、もうホームセンターで買うてきて、もう山のほうそういうのが置いてあったんでね。それでトイレ行く時にやっぱりだん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 体が動かなくなってきて、2人行ったのね。でおむつを履かしたりとか、そういうのをぐっと取った時にやっぱりやけどみたいにして背中が擦れたりなんかしたの、それがちょうど今上層というのは褥瘡というような、言えとこまで言うねんけどな、ちょっと自分が難しいのちょっと分からんかった、ごめんなさいね、せっかく勘弁してるからあんまりきついこと言いたないねんけど毎日来てくれてね、お芝居持ってきてくれてんねんけど、ごめんごめん、ここだけのせいぐらいかな、もう そんなんがもうただれてきたりとかなんかであって、今思うのはやっぱりちゃんと専門家の意見を聞いて、はい、もう5箇所4箇所の骨が折れてるんですよ。ほんでお風呂入る時も、もう僕がもう入れてたのね、一緒に入ろうということで2人裸で、僕嫁が抱いてずっとこう入っていった時に、まさか自分とこの家のお風呂は床が滑るなんてことを考えたことなかった。ずるーんと滑って、それが後に分かったのが、もう座骨が折れとった。あんたやろ原因だから。ええ、申し訳ございません。この間、出ても取ったんですよ。骨は折れてませんけど、治った跡があります。なんやろ、原因分かったまあ、黙っててもよかったんですけど、まあそんなような形で、それがもう塩でね、神経を麻痺してるんで本当に痛みは表に出なかった。ところがそれが別の場所の塩であれば、もう本当にもう絶叫してたと思います、痛みで。5ヶ月ほっといて治らないっていうことはもう分かってらっしゃるわけじゃないですか。それでなぜもう覚悟したっておっしゃった。いや、そんなになってるって全然分かってなかった。だから、レントゲンとってここにこんな腫瘍がありますっていうのは後ほどなんです。そう。後々だったんです。そして病院入った時も私もこんな状態でしたから、自分がどこに腫瘍があってそんなの全く分からなかった。ここも腫瘍やと思ってなかった。である時に先生と家族がなんかレントゲン見ながら、うわ、見えてきてるわって、何なのと思って見たと思って、
こんなんなってる。え？でだんだんなってきて、で整形の先生がもうここ首回れんかったです。あ、ここ骨溶けてたから、ってなって、これ分かったのが1ヶ月ちょっと前です。だから後出しで最初にこんなんですよって言われたら、逆に治療するより諦めてたかも。もうこれあかんやんと、この状態だから。そして私今日皆さん方にファイルに書いてる絵を自分で自分の病気はどんなんやったんやろって書いたんです。だここにこんなんやろな、ちょっと今ちょっと手がそんなに鉛筆持てないので震えてるような絵ですけど、ここにあってんな。そして折れてたのがここと、今一箇所増やそうなあかんのです。そこに増やしておいてください。大好きなのも風呂でこかしてるところから、ね、これ知らんかったね。一番最初はね、放射線科を受けたんですよ。僕はもう狭窄症と僕と同じような感覚なんで、僕は5番と3番目が腰痛で手術をしてボルトが6本入ってます。で女房はこの5番と2番で、まあ簡単な話が毛の中を虫で食って空洞ができてみたいな、骨がね、そういう状況になってて、それを放射線で治療を受けてて、それも車でもほとんどもうずっと横になっていってる状態で、それの無理したらぐちゃっとなりますんで、はい、まだ花子さん若いんで、またどんどん修正も効きますんで、はい、用心してくださいというのの延長で、ちょっと体が不自由なのかなというのもあったんです、僕らの中には。その痛みさえなかったら、はい、私吉本坂入ってんねん。最後がダンスだったんですよ。そうです、やったーダンス、自分しゃべりなんとかいろいろやってたし、やったな、これできるわって最終決戦まで、その時に飛んだりターンしたら飽きません、どこらシャンプーあったら、師匠あれですよ、一応フォーメーションになってるので立つだけでも立っておいてください。で行って立ってた、悔しかったな、ほんまやった今頃やってたのにな。そんなないんですかね。田中さんがレジを外しておいてくださいって、はい、責任者はい、なんでよかったよ、えらいことになるわと。まあ、そういうね、もう本当に素人のなんか朝知恵みたいなもので僕らも対処したんです。ほんまにダメでした、そこでした、ね、だから、うん、大輔さんから最初その電話を受けた時に、最初僕が聞いたのは MRSA で体がえらいことになってるんですって聞いたんです。それは僕は土地の芸が全く知らなかったんで、 MRSA でもええねんと思ったら、大輔さん実は腰の病気でね、はい、MRSA の感染を起こされたことがあるんで、自分の病気と結びつきはって、それで花子さんの状態が悪くなってるんじゃないかと自分で、素人判断で思いはったんです。それで悪くなってるから感染症があるんです、それを見てくださいということで最初僕は電話を受けたんですね。それで、そんなことはないよと僕話聞いた時に、麻痺が来てるのでやっぱり元々腫瘍のところが大きくなって圧迫して、僕は動かなくなってるんじゃないかと思いましたので、すぐ来てくださいということで、先生に電話した時は僕はもう狭窄症の延長だと思ったもんね。だって僕が5番と3番で、嫁は5番と2番ですもん、ほんで同じような症状が出てるんで、もう大輔さんは腰部脊柱管狭窄症、はい、で私の場合は腰肢端麗綺麗でしょ。そうなんですよ、まあ、一応この挟むのは久しぶり久しぶりの喋りやから、はいはい、ね、せっかく吉本のね本社がね締めた話しててもね、多分今日は倒れてると思います。そんなことあれですけれども、はい、4年半年と言われたのは、はい、18年の3月ってことです。3月の19日です。その時は田中師匠はどう受けてるんですか。秋かとか思ったんです、去年ですね。うわ秋かとか思ったんですよ。でも大好きに取り出し調べたくないって。でもそれはすぐ消えました。次の日に先生とか行って、多発じゃなかったっていうのでものすごい安心したんです。ここさえ直したら。そして劇場の帰りに放射線科行って、痛みも何もないですので、劇場の本当に歯医者さん行くみたいな感じで、風邪薬もらうみたいな感じで放射線科通ってたんです。周りは全然知りません、ちょっと今日はあれやからって言って。それはどういう病気だっていうふうに理解されてたんですか。一番最初ですか、はい、一番最初はその整形の先生だったんです。血液内科の先生、若い先生だったんですけど、その時はだから
大体病気ってがんでもね、いろいろ最後背骨に来るとか言ったので、ね、2箇所来てたから先生にとったら他から転移してんのちゃうかなと思って、先生がまあいろいろ歩ける治療するよりやっぱちょっと潰れかかったので、でとりあえず精密検査ということで次の日に来て先生に話して、いやあのここだけやと後になってないっていうで、すぐ放射線やろうってことで、すぐ放射線だから大阪の病院とクリニックと先生とで、もう最初大阪のクリニックの先生、あの奈良医大の先生が主治医ですので、こちらとってもすごい連携取ってくださいまして、本当にうまいこと連携取ってもらって通院できて漫才しながらがん治療ができる今の時代の中に僕らも入ろうと思ってたんですね、はい、ところがやっぱりいきなりだから副作用とかそういうものの方が先来たんでしょうね。だから抗がん剤をパッとこう拒否するところからどうしても反応が始まってしまって、はい、その間が5ヶ月です。今回のこの病名がはっきり出たのはその大阪からまた奈良に戻ってきたそうですね。1月に先生が病名がはっきりしたんじゃなくて、もういよいよ動けなくなって、いよいよ動けなくなって先生もだから先生があの血液調べてくれたら、うん、ちょっと数値が前みたいに戻ってると、そしてまた市内のところに行って、うん、その放射センターのところに定期的に行ってたので、放射センターでと思ったら放射線の先生もしどっかにあったらまた放射線やるからって言ってくれたかったんです、うん、ところが行ったらペットドック行ってくださいって言われて、でペット行って戻ってきた時にもうここではちょっとあれですって、化学療法になると思うって言われて、それだけはもうまず拒否反応が、うん、だから病気の経過で2カ所にとどまることもありますし、それが進行していくこともあるということで、2カ所しかなかった骨には骨髄の中には病気がなかったので、まあ、通常は放射線にかけて様子を見るというのが普通の治療なんですね。そのまま治られる方も中にはおられるんですけれども、花子さんの場合は残念ながらその今年の1月頃に病気があちこちに広がってたということがペット検査という画像の検査で分かった。その時点で化学療法をやれば、その時はまだ歩けてはりますし、そこまでひどくはなかったんで、その時点で化学療法をやってくださいということで、まあ、あの大阪の市内の病院であの治療を受けたいということで、そちらに紹介させていただきました。ところが、そこの間で治療行かれなかったのが5ヶ月ですね。まあ、そういう流れです。それで病気が進んでしまった状態で、再びこちらにまたご連絡が入ったということです。よろしいでしょうか。改めて大師弟子師匠に手挙げたのかな。見るのも以上にすごい優しい旦那さんじゃない。私の目のベッドの周りはもうサンタクロースのお菓子でいっぱいなんですよ。ここ小児病というぐらいに、もううち孫やないのにものすごい可愛らしい人形とか行くとき行くときいっぱい買ってきてくれて、私はね今回自分で思ったことは、結婚するときにどんな人と一緒になるかじゃなくて、最後誰と迎えるか、すごいそれ感じました。だから夫がいつも来てくれて、ずっと結婚して40何年か変わらない愛情を私に注いでくれたことで、もしも最後誰と迎えれるかっていうのがあるんだったら、私は今いつお迎え来ても、幸せやなとすっごい思いました、そしてあの今回の病気も治療しなかったらあれでしたけど、治療した人の半分は8年間、ね、寿命があるって聞いたので、8年かそうかって言ってたら大師がそんなこと言わんといてくれ、俺は見送るの嫌や、見送ってほしいって言うから、そやな、私も見送らなあかんなと思って、だから私は大師を見送るまで絶対生きとこうと思いました。それが彼に対しての嫁の最後に捧げられる愛情かなと思って、
絶対大輔君より先、うん、それだけは、うん、今お聞きになっていかがですか。僕らも何かあるたんびに夫婦でよう病気してるんですね。で僕は家族が病気になるときはまあ神さんに全部僕に持ってきてくださいって言ってお願いしてて、で嫁がこういう病気ですって言われたときには辛かったですね。変わることもできないしね。で嫁がここまで戻ってくることはもう願ってるし信じてるだけど、やっぱり半路ですのでね、はい、女房は本当にいつまでも元気であってほしいと思うし、うん、元気な時にもっと女房孝行してやればよかったな。十分したいとか、十分十分、うん、いやもう本当にあの貯金通帳がどこにあるのかもしれない、もう本当にね、もうなんか僕好きなんですよ、嫁がね、好きで一緒になったんで、もう今回は、うん、余計好きになりましたね。要するにあの女房に二度目の恋をするっていうけど、それが僕の本当に大助花子の人生劇場ですね。で女房から聞いて病気で闘ってる人のね、今回の自分の病気と同じような病気の人たちもまだ自分のように立ち直るチャンスが山ほどあるんで、みんなで頑張って、うん、ちゃんと検査も受けて頑張ろうというメッセージを飛ばしたいって言った、もう言うてるんでね、またそういうものも2人でこれから続けていくことになると思います。はい、それがもう大助花子のこれからのショータイムになると思います。まだの復帰は決まってないという話、うん、ですね、復帰したいですね、はい、あのネットに持ってはどうですか。いやちょっと高めにお金がいますけど、取られていかれますか。いらない、あ、ごめんなさい、そんな思ってるよないやっぱりその NGK、 そうですね、やっぱり NGK、 お笑いの殿堂 NGK、はい、お客さんが全て教えてくださると思うので、はい、そしてやっぱりちゃんとした舞台したいので、今はもう漫才の時想像できないです、うんうん、はい、今日本当にもう初めてっていうか久しぶりに来る前に乗れるかな、どうかな。いやもう本当にね、あのベッドから立って車椅子の住んだにも、まあ、2人ぐらいいるんですよ。でリハビリの先生たちもちょっとこうしてくださるけど、それでも僕でも娘でもまだノータッチの段階なので、今まだそういう段階なんです、はいはい、それでも今もう腹筋めがけて今一生懸命もうスタート切ったという形で、今日はもうこういう形でスタート切ってすごく僕は逆に元気をもらって帰ると思ってます。はい、他人の目でもうじゃまだ立ってはいる、まだですね、ちゃんと歩けるようになったらと思っております。うんうん、歩けるっていうか車椅子に自分で乗れるように、うんうんうん、本当にあの以前に大輔と2020年オリンピックの年にこっそり漫才やめようなって言ってたんですけれども、支持報酬をいただいて、そうはいかんな、ちゃんとやっぱりやらな頑張らなあかんねんなって言ってたんですけど、ほんまやったらこのまま面白いことあったら2020年迎えられへんかったら分かれへんかったし、あのもっともっと貪欲に生きなあかんな、あの時も会見の時に大輔花子さんいつも何かあったら何か病気したり、病気したら何かしてますねって言われてるので、あの時の言葉が耳にすごい焼き付いてるので、今度もね絶対くじけず、はい、やりたいと思います。もうとりあえず今日来れたことが第一段階ね、先生。そうですね、もう昨日プレッシャーかかってね、うん、大変だったんです。こう見えて花子さんすごく怖がりの人なんです。そうなんですよ、いろんなことを怖がりはるんですよ、はい、それがあのここまで勇気を振り絞ってみんなにこの病気も合流して、
ことまでね、覚悟を決められて。そう、注射打った時もいつも叫んでるんです。先生が、針が怖いんです。針が怖い。痛い、冷たいです。はい、刺すとき言ってください、先生。刺しますか。あー終わりました。毎回そういうのなんです。で、点滴も一発症、ほんまここからカテーテル投射するんですけど、もういやいや、そんなん。夜抜いてしまったら嫌やから。で、毎回勝負かけてください。上手にしてくれはるから手綺麗です。はい。もう一発勝負。やる前、先生一発勝負でお願いします。うん、その時も、あー言うてるんですけどね。いつもああ言ってます。先生、リハビリはどれくらいかかりそうっていうのはあるんですか？リハビリですか？リハビリはね、本当に正直なところ、一番最初の時点で、麻痺が起こられてから2週間ぐらい経過しました。両足全く動かないということで、神経がそのまま圧迫されて戻ってなければ、もう僕はもう半身不随のままになるはずかなと思ったんです。それがまあ、神経がなんとか残ってて、両足が今のところ自分で持ち上げて動けるようになりますので、ただ筋力がね、やっぱ足のがすごく細くなってあって、筋肉が全然まだありませんので、そこの兼ね合いなんですよ。で、まあ、いつの日か立ち上がって漫才してもらえると僕は、願ってるんですけど、かなり足細くです。どんなリハビリをされてるんですか？もう若いイケメンの、リハビリに抱きついてる。抱きつきはって、立ち上がってはります。捕まって足が。で、ダンスするようにして、歩いてる。僕にもたれかかって一歩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 でちょっと強弱症みたいな症状も出てるんで、右足なんかちょっとひっくり返るんですね。左足はしっかりしてるとこうやってひっくり返るんで、そういうの全部ひっくり返って、それが一つずつ本当に一歩ずつ良くなってるような感じで、あ、今日は10メートル歩けた、5メートル歩けた、あ、昨日あんだけ歩いたからちょっとバテてるか、先生今日はお腹踏まえしてこれで、しましょうとかいうような、まだそういうノリですけど、それでもね、先生がから見たらもう奇跡アンビリーバブの世界なの。もう本当に、だから僕もここにこうして座れてるのが、本当に奇跡に近いです。この肩のところにも注意があって、うん、僕も圧迫してたので、うん、右手もしびれて動かなかったんですよ。字もかけなかった。それが皆さん今お持ちの分を、そこまでやって字もかけられるようになったし、絵もかけるようになったし、記者の。ちょっと偉い、弱々しい。花子師匠の目標としては、はい、今後じゃあ、ちょっと酷なこと聞いてしまう、申し訳ないんですが、はいはい、いつぐらいにはこう復帰したいなと。そうですね、大体これでリハビリやってたら半年ぐらいで歩けるようになるとか言われてるので、慌てず焦らず諦めず、一足飛びに行かないでいとこうと思っております。だって最初ほんまに足がこれぐらいから始まるので、どこ触ってるかもわからない。今どこ触って、右足に左足をどっちが触ってるかわからない状態です。焦らなかったです。でも先生がもう最初に、先生ちょっとここ見てください。どないしたの？左足がピクッとなってる。すごい喜ばれる。そのままブワー病院出て帰ります。出て行ってるんですか？そんな言い方したら、なんか病院で先生一杯飲みに行きゃったのと思う。あんた、とかね。めちゃくちゃ脚色されてます。シャー出て行って何してんのかな。感動される。廊下の上でタバコ吸ったって。タバコ吸って何や。落ちまで行きたい。そんなあんすみません、なんでした。すみません、ちょっとお時間になりましたので、この後プロセッションの準備をさせていただきまして、次の方が麦の方と、